ニーガーザクセン州、ニーガーザクセン州、ドイツ語、低ザクセン語、東フリジア語、ラウンドレイチェセイクソン、英語、ロア・ザクソニアは、ドイツ連邦共和国を構成する16の連邦州の一つで、ドイツ北西部に位置する。低地ザクセン州とも訳される。州都はハノーファー。北から北東にかけて、シュレースビヒーコールホルシュタイン州、ハンブルク市と東を、 メクレンブルクイコールフォアポンメルン州、ブランデンブルク州、ザクセンイコールアンハルト州と、南をヘッセン州、チューリンゲン州と、南西をノレトラインイコールベストファーレン州と、西をオーランダと接する。また、州内には、ブレーメン州が二つの領域、種子ブレーメン、外交、ブレーマー,ハーエンとして分かれて存在している。北は、北海に面し、その沿岸部は、 東フリースラント地方と呼ばれる。沖合には7つの島が連なる、東フリージア諸島、オストフリージッシェ諸島が浮かぶ。州のほとんどは北ドイツ平野のニーダーザク選定地に含まれ、南部がドイツ中部山地の北側部分にかかる。州の北東部はエルベ川が宗教となり、南東から北西へ向かって流れる。ただし一部例外があり、エルベ川右岸の町やムドノイハウスのみは、 ニーダーザクセン州に属し、逆に、ハンブルクの南西部は左岸行を呼んでおり、この部分は属さない。中央部では、ベーザー川とそのシ流ューライネ川、アラー川が南北に流れる。東部には、エムス川が流れる。また、北ドイツ平野の南部を東西に、ミッテルラントウンガが通り、これらの河川をつないでいる。南東部は、ザクセンイコール、アンハルト州とにまたがり、 ドイツ中部山地で最も標高の高いハルツ山地がある。州内の最高地点はハルツ山地にあるブルムベルク山、海抜971メートルである。南部から中南部はベーザー川流域に形成されたベーザー山地がヘッセン州及びノルトライン、イコールベストファーレン州との境界をなす。東部にはリューネブルガーハイデと名付けられたドイツ最大のアレチの 広がる地域が、西部には、エムスラントと名付けられた広大な商宅地があり、共に過疎地帯となっていたが、19世紀に0世紀に開拓が進み、今日では一部が、自然公園として保護されて、降落地となっているのみである。京ニーダーザクセン州となっている地域の大部分は、中世時代には、ザクセン人が居住、支配していた地域で、ザクセン地方と呼ばれていた。 8世紀、カール大帝によって、フランク王国に併合された。ザクセン部族の長、ビルキントは回収させられて、ザクセン大公となり、ザクセン公国の統治を任された。カロリング長が断絶した後に、ドイツ国王に選ばれたのは、ザクセン大公ハインリヒ一世であった。彼の皇統一世は、新生ローマ帝国の初代皇帝となった。その後、ザクセン人の支配領域は未だ。 キリスト教家されていなかった南東地域、今日のザクセン州とザクセンイコールアンハルト州に含まれる地域に広がった。その新しい地域をキリスト教家し、統治していた貴族は、ザクセン朝の断絶後、ザクセン公の地位を継承し、近代にはザクセン地方の名は、もっぱらそちらを指すようになっていた。それと区別するために、旧ザクセン地方には、ニーガーザクセンの名が、 帝国クライスを設置する際に与えられた。ドイツ帝国時代、1871年から1918年には、今日の周域は、プロイセン王国の広島戦争以前のハノファー王国、オルデンブルク大公国、ブラウンシュバイク公国の主要部、シャウムブルクイコールリッペ公国に分かれていた。1918年に、各君主国は、共和国となった。 第二次世界大戦後は、イギリス占領地区となった。1946年8月23日、イギリス占領軍司令部によって、プロイセンが解体され、ハノーファー州がプロビンツからラントに昇格した。11月23日、ハノーファー州、ソ連占領地域となっていたエルベガワウアンの部分を、除く、オルデンブルク共和国、ブラウンシュバイク共和国、 ソ連占領地区となっていた位置を除く。この部分は、ザクセンイコール、アンハルト州に組み込まれた、シャウムブルクイコールリッペ共和国を統合して、ニーダーザクセン州が成立した。1949年5月23日、ドイツ連邦共和国、西ドイツが成立し、その一州となった。1951年4月13日、州議会は、暫定州憲法を、 制定5月1日に発行した。この州憲法は暫定と題したママ数度の改正を経て1993年まで有効であった。1990年のドイツ再統一後、もともとハノーファー州に含まれていたがソ連占領地区とされたため、ドイツ民主共和国東ドイツに属していた自治体が住民投票を経て、 1993年6月30日に、ニーダーザクセン州、リューネブルク軍へ編入された。それらの自治体は、10月1日に合併して、アムトノイハウスになった。また、1993年5月19日には、新たに、州憲法を制定し、6月1日に発行した。この憲法では、州の基本原理として、環境保護を掲げたほか、 住民発に、イニシアティブと、住民投票、レファレンダム規定を置いた。衆議会の定数は137で、2017年10月15日に、行われた前回選挙での政党別議席配分は、以下の通りである。左翼党は、得票率4.6%にとどまり、議会入りを果たせなかった。ニーダーザク選手政府は、州内を四つの行政管区に分けて、 その地域にある地方自治体の活動を監督してきたが、地方文献化を推し進めるため2005年1月1日をもって行政管区県廃止された。州の行政単位は37の軍と軍には属さない8つの独立市からなる。軍に属する下級行政単位は大きく分けて3種類ある。独立市も含めた抗議の市町村の総数は1023である。 下の番号は、右の区分図の番号と対応。人口5万人以上の都市、2005年6月30日、現在。記事が未作成の都市は、参考のため、ドイツ語版へのリンクを付記した。州の紋章と、旗は、1951年の旧、暫定州憲法、4月13日成立、5月1日発行、で制定され、1993年の、 現行集憲法、5月19日成立、6月1日発行、においても踏襲されている。州の紋章は、赤字の盾、跳ねる白馬である。この白馬は、中世初期のザクセン大公ビゥキントの伝説の白馬であり、この地域を支配した貴族が好んで用いた。そして、ブラウンシュバイクイコールリューネブルク公国、ハノーファー選定公国、ハノーファー王国、 そしてプロイセン王国のハノーファー州、ブラウンシュバイク公国、ブラウンシュバイク共和国においても、紋章として使われた。周期は、ドイツ国旗の黒、赤、金に、州の紋章を中央に配したものである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。